サンタンゾの里氏は、日本のジャーナリスト、政治家、元鹿児島県知事、鹿児島県イブスキ市生まれ、鹿児島県立イブスキ高等学校、早稲田大学教育学部卒業。1980年、全国朝日放送に入社し、政治部に配属。日本社会党担当を皮切りに、首相官邸や自由民主党を担当し、自民党担当時代は、 金丸信也安倍慎太郎の番記者を務めた。その後は首相官邸や自民党、大蔵省や外務省、防衛庁担当のキャップを歴任し、その後はテレビ朝日コメンテーターに就任。1990年代はニュースステーションの政治担当キャスターを務め、連日国会記者会館からリポートしていた。一時期はスポーツ部に所属し、 テレビ朝日で放送されていた大相撲ダイジェストを担当して、水戸泉や総白炉ら人気力士の取材に駆け回っていた。2015年12月31日、翌年7月の鹿児島県知事選挙に出馬する意向を表明し、2016年2月26日、正式に記者会見を開いて、鹿児島県知事選への立候補を発表した。三単円の出馬表明により、 先んじて、鹿児島県知事選への出馬を表明していた九州、電力川内原子力発電所の再稼働に反対する市民団体、ストップ川内原発、3.11鹿児島実行委員会メンバーの候補は、自身の立候補を取り下げ、3単円の支援に回った。第24回参議院議員通常選挙と同日、選挙となった7月10日投開票の鹿児島県知事選では、 川内原発の再稼働を推し進めた、現職知事の伊藤祐一郎による県政を批判し、原発のない社会を作ろう、ドイツに習い、鹿児島を自然再生エネルギー県に、党、脱原発を訴える、選挙戦を展開。民進党や社会民主党の県組織、反原発を訴える、市民団体をはじめ、伊藤県政に批判的な保守系の、鹿児島県議会議員の指示も受け、 伊藤知事を破り初当選した。戦後初の私立大学卒かつ民間企業出身の鹿児島県知事となった。7月28日、鹿児島県庁に初登庁し、九州電力に対して川内原発の停止を求める考えを改めて表明し、就任直後には川内原発の停止を宮殿に申し入れるも拒否され、その後は原発に対する発言を徐々にトーンダウン。 原発の安全性について問われると、知事になる前の立場と、今の立場は違う。もう一度、これまでの経緯を聞いて、私の考え方をまとめたいと公約を大幅に修正。12月1日には、私に原発を稼働させるか稼働させないかの権限はないとした上で、九州電力川内原発1号機の再稼働容認に転じた。2016年12月20日、 川内原発の安全性を評価する県独自の第三者組織原子力安全避難計画等防災専門委員会を設置。三単円の選挙戦を支援した反原発派の活動家が推薦する人物らは含まれず、また国や規制委員会にものを言う機関ではなく、原発の稼働、停止を判断しない機関であるとしている。 委員会設置のための補正予算案の審議においては、原発をベースロード電源であると位置づけた。選挙戦では政策協定を結び、出馬を見送った脱原発市民団体の平幸夫と反対派も入れて、バランスを取ると約束していたが、12月5日の県議会において、記憶は定かではないと答弁。原発再稼働を容認したことや、 脱原発活動からと約束したにもかかわらず、専門委員会に、反原発派が入らなかったことについて、毎日新聞は、眼下できない変説ぶりと批判した。2017年4月1日、県の地方創生担当特別顧問に、元総務大臣の増田博也を任命した。2019年12月3日、再選を目指し2020年の知事選に立候補する、意向を表明した。 前回と異なり自由民主党、公明党の推薦を受け、立候補したが、県内自治体の複数の主張に就票依頼疑惑を、はじめとする在職中の下記のような振る舞いや、自身の主張が変わってきたこと、新型コロナウイルスの感染拡大や豪雨災害への対応などで満足に選挙活動ができなかったことなどが響き、同年7月12日の投開票の結果、 元九州経済産業局局長の塩田孝一に敗れて落選。鹿児島県知事としては初の一期限りでマニフェストにあった県民ドーム球場の建設や検討委員会を経てそれより優先するとした県総合体育館の建設、アウトレットモールの誘致などいずれも進展のないまま退任となった。2021年6月16日。 年内に行われる第49回衆議院議員総選挙に、鹿児島2区から無所属で出馬することを正式に表明。前年の知事選で、三単円を推薦した自民党の現職がいる、選挙区からの出馬に疑問の声が上がっている。2016年12月9日、県議会の自身が提案した議案の審議中に、フェイスブックへ投稿。 県議会本会議で説明を求められると、対はないとのみ述べ、議会側から県議会経視との批判を浴びた。2016年7月の選挙運動費用収支報告書において、単純な誤字脱字を除いて、少なくとも135箇所事実と異なる記載がなされていたことが判明。責任者は、選挙費用に計上すべきではない講演会の収支、 なども誤って記載してしまった。ずさんと言われても仕方がないが、悪質なことはしていないと説明した。2018年7月22日、ブラジルサンパウロで開かれたブラジル鹿児島県人会の夕食懇談会場で三単円が離席中に閉会していたことに立腹して、訪問団の世話役を務める旅行会社の女性社員を名指しして怒鳴りつけた。 出席者によると、三単園は会場でワインなどを飲んでいた。県議らは三単園を批判し、三単園は翌日に議長に謝罪したが、女性への謝罪はなかったと、日本テレビや西日本新聞は報じている。2016年の知事選で、告示1週間を切った段階で三単園と、市民団体代表の平幸男が、 川内原発を廃炉にする方向で取り組むなどとする政策合意を交わし、タイラーは立候補を見送り、三単円に一本化した。三単円は当選後、気質のように合意事項が守られない政策が続いた。上、面会を求める平らからの要請を再三拒絶。タイラーは2019年の鹿児島県議会議員選挙に出馬し当選。県議として議会の場でこれらについて、 直接公開質問をしたが、答弁は噛み合わなかった。県疫局の鹿児島読売テレビ記者に放送した内容に対し、BPO に訴えてもいいんだぞと発言し、圧力とも捉えられるやりとりがあったと報じられた。その後議会でも取り上げられたが、答弁は噛み合わず、定例記者会見で当該記者と直接質疑を行うことになったが、ここでも、 最後まで質問に答えることはなかった。2020年5月9日、7月の県知事選挙を前に三単園が行った講演会の事務所開きに自由民主党県連会長の森山博司、衆院議員と選挙対策委員長の野村哲郎参院議員が東京から参加した。終了後、報道陣の問いかけに森山氏は党として推薦している立場もある。 二人だけ帰ってこさせてもらったと説明していた。新型コロナウイルスに対応する緊急事態宣言下で県が不要不急の来県自粛を呼びかけていたさなかで批判を浴びることとなり、三単園は14日の記者会見で配慮が足りなかった。反省していると陳謝した。2020年6月21日、県内自治体の複数の市長が三単園が地元が 県に要望した事業を挙げながら、票の取りまとめなど、選挙協力を依頼したと南日本新聞が報じた。三単園は20日、取材に対し、電話も依頼もしていないと事実関係を否定した。後日、電話したことを認め、誤解を持って受け止めたのであれば、心からお詫びしたいと釈明した。ありがとうございます。